皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今日は企業女子界隈あるあるということで、整理収納アドバイザー&星読み鑑定士&ファッションコンサルタントの山岸明日香さんに話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近気になる企業女子あるあるということで、どんなこと企が？業女子あるあるで、なんか今まで多分自分が企業のコンサルを受けて、で、自分の多分サービスとかをこうやってきたのに、なんかその人が企業コンサルタントに自分もなりますみたいな感じで、企業コンサルタントを始めたよっていう人がなんか結構私は目につくんですね。で、自分がやってきて、それはすごい、この方法を教えたいよっていうのとかだったら全然いいと思うんですけど、本業が例えばうまくいってないから、そっちでお金稼ぎたいみたいなのがなんか見えるなみたいな場合もあるじゃないですか。だからそれが、なんか私的には、ちょっとそれってどうなんやって思ってます。なるほど。企業塾に通ってたのが本業を辞めちゃって企業コンサルになっちゃう企業女子あるある。なんかそうですね、その自分が多分企業をサポートしてもらってやってきたから、まあその自分でもこういうことやったら伸びたよとか分かるわけですよね。で、それを今度は自分が仕事にするみたいなのがやっぱりあるかなって思って あれ、なんですかね。なんかその、もちろんその、ね、そういう教えるのが好きとか、なんかみんなからなんか教えてほしいとかって言われて、じゃあ始めますみたいな人は僕全然いいと思うんですけいいと思うんでど。すよ。なんかその周りが求めて、どうやったらそういうふうになれるんですかとか、まあ、笠子さんもそうじゃないですか、笠子ね、始めたのが、結局やっぱり周りが求めたから、お願いしますとか言われたからそれをやってるとか、なんか教えてほしいって言われたらあれだけど、なんか単純に自分もやりますよっていうのだと、別に求められてなくてやるんだったら、自分のメニューがないとか、その売り上げが欲しいとかっていうふうに見えちゃうので、どうなのかなってちょっと思うんですよね。しかもなんかそういう人ってなんかね、本当におっしゃった通りなんか本業あんまりうまくいってなくて、なんか売り上げとりあえず稼がなくちゃいけないから単価の高いコンサルタントとかやればみたいなのものが透けて見えちゃう人いますよね。で、すごいその金額とかも高いし、あと、なんていうの、応相談みたいな感じで、結局そこに値段が載ってないっていうのも結構あるんですよね。で、その説明会で、ご説明しますみたいな。でもそこに行くことの勇気とかもいるし、買っといてって思うんですよね、私だったら値段を。だって気になる人だったらその値段で自信があって出してるんだったら、気になるなと思ってその人の発信とか見て申し込む人とかもいると思うんですよね。で、それをなんかこう囲い込むみたいな感じで、こう来た人は逃さないぜみたいな感じが私はすごい怖いし、私だったらちょっとその勇気いるなと思うし、そこに行くのがね、なんか個別相談会みたいなのをやりますとかっていうのもよく見かけるので、何それって思っちゃう。いや、なんか本当に、なんか、それ好きなんですかって思っちゃいますよね。そうなんですよね。なんか、なんとかして自分の売り上げを上げるためのメニューなのかなってちょっと私は思っちゃって、本当にそのサポートすることが好きで、こう私がやってきたことをこう教えたいっていう人ももちろんいると思うけど、なんか、そういう、なんていうのかな、まあ、楽に単価大きく稼ぎたいみたいなのがやっぱり見つけて見える人もやっぱいるから、なんか、ちょっとそういうのは嫌だなと思いますね。多いですよね。多いですね。なんか、で、またそこに行く人は、結局、じゃあこれ受けたら売れるんだとか思うわけじゃないですか。30万とか例えば払えば自分はこういけるんだ、稼げるようになるんだとかって思うけど、結局それ自分次第ですから、なんか、あんまりその金額出せばうまくいきますよみたいな感じだと依存しちゃうのであんまり良くないかなと思いますけど確ね。かに確かに。
なんかあれですよね。こう、ブランド品を買うみたいな感じで、この高い金でいいブランド品を買えば、それだけで自分は輝けるみたいな感じで、なんかこう、高いコンサルとか受けて、で、今度はじゃあ売る側に回ろうみたいになっちゃうんですかね。そうなんですかね。あとよく見るのが、多分同じ、例えば企業塾とかに入ってる仲間同士で応援し合うっていうのをなんかよく見るんですよ。で、なんか、こうすごいシェアばっかりしてる人とかいて、私もなんかそのお友達とか、本当にいいサービスとかだったらめちゃシェアするんですけど、私頼まれたものとか絶対しないんですよ。お願いしますとか言われたりしても、それ私全然いいって思ってないからと思ったら絶対しないんですね。で、私が本当にいいとか自分が受けてよかったよっていうサービスとか、なんかこの人の話聞いてみてほしいとかっていうのだけ私はシェアしているので、なんかこれお願いしますみたいなこと言われても、そこはなんか絶対私は譲らないんですね。でも、お互いに多分応援し合って拡散していこうっていうのが、きっとそのコンサルタントとか企業塾の塾長の教えとかとしてあるので、なんかシェアしかしてない人とかもやっぱいるし、確かに。なんか何々さんがどういうサービスをリリースされてどうのこうのみたいなとかをバーンってこう出してるのとかあるんですけど、そのサービスがいいかどうかは私はわかんないけど、そういうシェアばっかりしてる人のやつ見ると、お前はこれは本当にいいと思ってんのかって思っちゃいや、だけど、なんかやっぱあれなんですかね、こう、教えることに憧れるとか、コンサルみたいな名乗り方にすると偉くなったみたいな気持ちになるんですかね。コンサルタントって名乗ると、やっぱ高額なサービスを提供しやすいっていうのがあると思います。なるほどね。わかんない、そのアドバイザーとかじゃなくて、コンサルタントだから、もう本当にコンサルティング1から10まで面倒見ますよみたいな感じなので、やり方わかんない人にとっては、やっぱりありがたい存在なわけですよね。で、私は一応、片付けのコンサルティングっていうのを企業さんにしてるので、片付けのコンサルティングとかになると、金額も高いんですね。でも、それは法人に対して行っていることだし、すごくそのセミナーとか何回コースでいくらっていうふうに、やっぱりその目に見えないけれど、明確に変わっていくっていうものが提示できるから出してる金額なので、で、そこに企業さんも納得して払ってくださってるので、なんかやっぱり片付け方わかんないし、どうやったらここが快適になるのかわかんないから、もうちょっと本当に教えてくださいっていう感じで私は入るので、それを例えば企業バージョンとかでやってる場合だと、本当に下手するとやっぱカモになりかねないので、そこはちょっとつけないといけないかなと思うのが、実際自分も起業したばっかりの時に、そういう企業キラキラ系みたいなところにちょっと所属したことがあるんですよ、なんと。所こん属なっブてラックアスカさんでも。そう、だから本当に所属っていうか、ちょっとその、講座みたいな、初級講座みたいなのに行ったんですね。でも、なんかその後、その初級講座終わったら、それもでも、その1回の講座かな？ 2 回かな？ 2 回の講座で、かさこさんの塾より高かったんですよね。8年ぐらい前かな？ 7、8年前に。で、結局なんかその、終わらないっていうか、やった後に、じゃあ次はこの講座来るといいよ、みたいな。これはなんか入門コースだから、応用のこっちに次来るといいよとか言ったら、そういう金額が上がっていくんです、どんどん。次じゃあ10万とか十何万とか。で、最終的にはなんかその発展するコースとかまで行くと、本当に30万、40万とかって感じで、なんかこれ終わんねえなって感じなんですよ。で、そこでふって思うのが、なんか結局その教会みたいなところの中でだけ生徒回してって、そこの初期に入ったら、じゃあもうなんか次ここの、応用行って発展行ってみたいな感じで、なんかずっとそこに絞り取られるっていうか、そういうなんか図が見えたんですね。だからその入門だけ受けて、私はその後ちょっと無理やなって思って、もう身を引いて 怖いなと思って だからなんかそういうところにやっぱりこう身を投じてしまうと、自分で考えることをやっぱしなくなるのでダメだなって、なんか本当自分の反省も込めて思ってるんですよね。だからとにかく言われた通りやってくださいって言われるから。なるほどね。そして、だから、初級、中級、
上級みたいにそしうて、そうどんどんそうそう。吸い取られるところに行ってしまうっていうね。で、もちろん、なんかその私も片付けの仕事とか、ファッションの仕事とかしてて、スキルアップのために受ける講座とかあるんです。なんか本当に、理にかなってるっていうか、ちょっとその、この人について知りたくて、で、それをちゃんと体系化してくれたものとかだったりするし、すごい良心的な値段なので、なんかそういうことは自分のためには必要だけど、なんか、なんだろう、この金額である意味って何なのって思うようなものが、企業系は結構多いんですね。で、例えばうまくいかなかったとしても、それはなんか自分次第だからって言われたらそこで終わりでしょ。結果、なんか私が片付けコンサル入ってて片付かなかったら、そうなの絶対ダメじゃないですか。だけど企業でコンサルしてうまくいかなかったとしても、責任取らなくていいじゃないですか。確かに。なんか、その言われたことを全部やったのとか、なんか、ここがダメなんじゃないとか言って、結局なんかその、どう転ぼうと儲かるだけなんですよ、コンサルタントは。なるほどね。でもなんかね、例えば飛鳥さんみたいに、整理収納っていう専門の、例えばコンサルとか、なんか、専門性があってのコンサルになるっていうのはすごくわかるんですけど、なんか、とりあえず企業塾行って自分が企業コンサルになっちゃう女子って多いですよね。そうなんですよ。だからその企業も、例えばなんか経営的な支援とかの、そういう資格があってされてる、本当にキャリアコンサルタントとか、そういう方とかがやるなら分かるんですけど、なんか自分がちょっとやってみて、起業してみただけの人っていうのがやるのは、なんかあんまり説得力もないし、どうなのかなって思いますね。ね、でも本当にあるあるですよね。あるですね。みんな企業コンサルになっちゃうじゃんみたいなね。なんかこの人もやってんじゃんとか。そう、いや、でもね、本当にだからなんか本業もあって、そっちもやってるんだったら、なんとなく、いろんな人から言われて、なんかやっぱり助けるためにもやってて、まあでも本業は本業としてあるんだな、みたいな。なんか本業、どこ行ったみたいな。どこ行ったみたいな人だとね、ちょっと、え？ってやっぱなるし、なんか、今の時代だったら、やっぱり、かさこさんはいろいろ対応されてるから、例えば、ほら、この人だったら、この SNS いいですよとか、この人とか、職業によっても SNS の使い方とかもやっぱ変わってきてるのに、なんか、ブログしか教えないとか、おかしいだろうって思いますね。確かにそのね、そういうブログコンサルとブログコンサル塾みたいに行って、自分もブログコンサル始めてとか、インスタコンサルから習って、もう自分もインスタコンサルになるみたいになって、絶対インスタやらなきゃダメとか、絶対ブログやらなきゃダメみたいになるけど、いやでも、やらなくても例えば違う方法もあるよねっていうことは教えられないってことですよね。そうですよね。なんかすごい、自分がすごい楽しそうにそのツールを使ってて、で、多分すごい上手だけど、どうやってやってるのとか聞いて、それを教え出したって人とか私知ってるので、私はその人の投稿を見てたら、私もすごい楽しい気持ちになるから、いいなって思うんですね。その多分自然な流れでやってるけど、なんか、なんだろう、この人は多分お金がもう欲しくてやってんなっていう人はいますよね、絶対。確かにね。いや、でも本当になんか別にコンサルが偉いわけじゃなくて、なんかむしろね、自分の好きな本業でそれで稼げた方が楽しいし、いいのに、まあ本業がうまくいかなくなっちゃって、なんかやっぱりすぐコンサルって名乗れば稼げるみたいなところにやっぱ行っちゃう方が多いってことですかね。多分その企業塾とかで売り上げ、じゃあ例えば100万上げたいってなったら、じゃあ単価の高い商品作りましょう、サービス作りましょうってなって、で、単価の高いサービスって何かって、長期でこうサポートするようなコンサルとか、そう養成講座みたいな感じに多分なってくるんですよね。だから多分作り方というか、そういうのもなんかやっぱ安易だと思うし。なんか、もしかしたら、ハンドメイド界隈とかもありそうですよね、なんかね。そうなんですかね。私、ちょっとハンドメイド全然自分があまり知らない分野なので、あもうるそのかんなに、時々聞くんですけど、やっぱりなんていうか、な。ハンドメイド作るのが好きで商品を売ってたはずなのに、多分それはなんか、やっぱり手間もかかるし、
まあ、原価もかかるし、で、ね、いきなり、その、ハンドメイドのものを10万、30万とかで売れないから、急にやっそうぱハンドメイドコンサルみたいになっちゃって、30万の講座ですみたいになって、どうしたみたいな、作るのが好きだったんじゃないのかみなのたいにみな。たいな。いやでも、もしかしたらそういうのもあるかもしれないですね。なんかその、結局作って、販売をしていく、なんかお客様に選ばれるためにみたいな。あるかももちしろんね、れなんないか自分でうまくやってて人気になって、ですね。どうやって売ってるんですかとか、どうやって作ってるんですかってコンサルになる、ハンドメイドコンサルとかいいんですけど、なんかこの商品作っててもなんか売れないし、利益率悪いから、じゃコンサルになった方が儲かるんじゃねみたいな、なんかそういう理由みたいな人もいそうですよねっていうね。ね、だからそういうのだと、やっぱりそのお客様に対する愛もないし、なんか全然誠実じゃないですよね。本当になんかこう求められて作ってるんだったら全然いいと思うんですけど、やっぱ自分だけが儲かりたいみたいなのが見えちゃうと、わーってなりますね。いやー、しかし、本当でもあるあるですね。ね、本当、企業塾に行って企業コンサルになるのはやめた方がいいっていやめたう方がいいと。で、そういう人に習いに行かない方がいいと思います。確かにね、それも大事ですよね。そこに習いに行っちゃうと、また同じことの負のループが延々と続くみたいなね。で、なんか、刷り込みが入って、もうこの教会でずっとこう搾取され続けるみたいな感じになるので、やっぱ怖いですよ、洗脳みたいな。というわけで、企業女子界隈あるあるということで、なぜか企業塾に行くと企業コンサルになってしまう企業女子が多いという話でございました。飛鳥さん、ありがとうございまあしりがとうごた。ざいました。